腹が立ちました。相談に乗ってください。僕の友人の話なのですが、彼が僕に漫画を貸してほしいと言ってきました。僕は正直、その友人のことがあまり好きではなかったんですが、断る理由も見つからないので、全巻50巻ぐらいありましたが、全部貸しました。僕はその漫画を特に読み続けていたわけではなく、僕自身、自分が貸したことを1年半ほど忘れてしまっていました。しかしふと、またあれ読みたいなと思ったので、あれ、もう読んだ？俺もまた読みたくなってきたから、読んだなら返してもらっていいかな？みたいなことを言うと、お前が1年経っても何も言ってこなかったし、家にあっても邪魔だったから古本屋に売ったし、今更返してって言われても困るわと逆ギレされました。はぁ？と思い、怒りよりも呆れが強かったです。ありえなくないですか？邪魔なら普通返すでしょ。なんで売る？しかも売って得たお金は競馬に使って負けたから金は返せない。俺より給料いいだろ？細かいこと言うなよと言われました。そこで相談があります。失恋した時に聞くと元気になれる曲を教えてください。クリストファークロスのニューヨークシティセレナーデ、元気が出ますよ。ありがとうございました。任天堂 DS の唐揚げって美味しいですか？ある事情で任天堂 DS をカラッと揚げてしまったんですけど、捨てるのももったいないので食べてみることにしました。そこで問題になるのが味です。誰か任天堂 DS の唐揚げを食べたことのある人はいらっしゃいますか？またその味はどうでしたか？ちょうど良い油の温度で衣が硬くもなくベチャっとしていない。刃を入れると少し抵抗があるが、すんなりと衣が割れる。すると中から液晶のみずみずしさ、溶けたプラスチックのまろやかさ、基板の食感が混然一体体となってジューシーさを作り出している。そして電池からの刺激がアクセントとなって素晴らしいハーモニーを奏でている。私はキリスト教の牧師です。土曜と日曜だけ仕事をして、月曜日から金曜日まではパソコンで知恵袋をやったりゲームをしたりして時間を潰しています。快適で広い住居もあり、十分な給料もあり、ボーナスもあり、電気、ガス、水道、電話、ADSL、ケーブルテレビなどの料金も、社会保険や厚生年金保険料も、自家用車やそれにかかる費用など、全額教会が出してくれています。いわゆる、坊主丸儲けというやつです。しかし、最近、知恵袋にも、ゲームにも飽きてきました。誰でもいいので、暇つぶしの方法をもっと教えてください。体力作りも兼ねて、ボクシングなんてどうでしょう？ GGRKS って、どういう意味ですか？ 2 チャンネル用語で、ググレカスという使われ方をしています。そのぐらいググって自分で調べろという意味です。なるほど。ろくに自分で調べもせず人に質問ばかりする人っていますよね。息子がドグラマグラという本を持っています。表紙のイラストが怪しげです。裏表紙に、これを読む者は一度は精神に異常をきたすと伝えられる一大記書とあり、あらすじ的なことは書いてありません。どんな内容なのでしょう？息子は大丈夫でしょうか？夢の旧作のドグラマグラですね。私も読んだことがありますが精神に異常をきたしたりしておりません。大丈夫です。私も読んだことがありますが精神に異常をきたしたりしておりません。それは単なるキャッチフレーズです。私も読んだことがありますが精神に異常をきたしたりしておりません。日本三大奇書と呼ばれるもののうちの一つです。私も読んだことがありますが精神に異常をきたしたりしておりません。記憶を失った男が自分が精神病院に収容されていることに気づくところから始まり、それからなんだかんだある小説です。推理小説です。私も読んだことがありますが精神に異常をきたしたりしておりません。私も読んだことがありますが精神に異常をきたしたりしておりません。私も読んだことがありますが精神に異常をきたしたりしておりません。ビスコを食べたのになかなか強くなりません。美味しくて強くなる。このフレーズは本当なのでしょうか？すでに4000個は食べました。相変わらずの美味しさです。そうですね。試しにそこにある岩を持ち上げてみてください。最強になってました。は？ここ真剣ゼミで出たところだ。なんて都合よく人生はいきません。フライパンの間違った使い方を教えてください。曲げていろんな形にして遊ぼう。僕はうんこになりたいです。気軽に何も考えずに出るだけの仕事で楽そうじゃないですか？そう思いませんか？いやー、うんこはうんこなりの悩みがあると思います。問答無用で流される人生が楽だとは思いません。せめて流される前に1分くらいの自己主張はしたいです。トウモロコシの粒やエノキダケの繊維が見えてるエリートうんこになれる確率をご存知ですか？多くのうんこはそんな自己主張の場を与えられずに流されていくのです。それでもあなたはうんこになりたいのですか？自分には今狙ってる女の子がいます。4月から新高校生になる男子です。嬉しい。いやー、高校生活楽しみです。制服採寸や部活見学や説明会などで結構高校に行ってるので友達も何人かできました。入りたい部活の先輩ともちょっと仲良くなれました。青春が僕を待っています。青春なんですが、その狙っている女の子とは毎日メールをしています。いつも向こうからメールをしてきてくれます。ちょっと僕に気があるかもしれません。勘違いかもしれないんですけど、でももっと好きになってもらいたいのでちょっと引いてみたいです。よく毎日メールをしてあげて急にメールの回数を減らすと向こうがもっと気になってくれるっていう話あるじゃないですか。それをやってみたいんですけど、向こうからメールをしてきてくれるものですからどう引けばいいかわかりません。自慢とかじゃないですよ。それっぽくなってしまってすみません。メールの返信
信を急にそっけない感じにしたらいいんでしょうか。ちなみに今はその子のことを可愛いとか言って推しているところです。アドバイスお願いします。あとそれ以外にももっと自分のことを好きにさせるテクニックがあったら教えてください。お願いします。他にもあった。それとメールにハートが入ってることがあるんですけど、これって本当に何でもないんでしょうか。分かっていてもちょっと嬉しくなりますね。じゃあそうですね、とりあえず返信やめてみるとか。すみません、振られたんでもういいです。お友達に半身浴を勧められてやってみましたがうまくいきません。鼻や耳にお湯が入ってしまいます。右半身ですか、それとも左半身ですか。困っています。下半身です。左右ではありません。溝落ちの下あたりまでお湯に浸かれば OK です。ゲイの友達が必要以上に絡んできて、僕は避けているにもかかわらず相手はグイグイきます。どうすればいいでしょう。決断さ、ありがとう。実際にその通りにしたら無事に距離を置くことができました。腰を振るってどういう意味ですか。どういう状態か全くわかりません。ですね、腰を振るというのは腰を振るということです。元気ですか。俺は元気だ。俺も元気だ。満月を見ても狼系の生き物に変身できません。なぜでしょうか。それはあなたの気持ちが弱いからです。論破王ひろゆきも言っていましたが、年間100万の貯金ができないのは非常にまずいし良くないと思いませんか。まあ年収にもよるかな。それはあなたの感想ですよね。ひろゆき氏が前世についてこう言ってました。なんか前世あるとか言ってる人いるんですけど、なんかデータとかあるんですか。それってあなたの感想ですよね。ところで前世あるという主張してる人いるんですけど、それってちゃんとしたデータとかありませんよね。単なる感想ですよね。おもろ。初デートでサイゼリアでご飯を食べようと言われたら悲しい気持ちになりますか。高校生までだね。彼女がとんでもない貧乏でデートはサイゼリアかコンビニ食品しか嫌だと言ったらどうしますか。食事でもデートでも僕がいろんなところに連れて行きますので問題ありません。初デートでサイゼリアに行く予定です。予約は必要でしょうか。最初からそんな高級なところへ行くんですか。なんと豪勢な。社会人になってから彼女とのデートでサイゼリアやガストってのはなしですか。金がなければ仕方がない、武装に生きていくしかない、サイゼリアガストデニーズで魔法陣完成。ゴリゴリ食んなこのヒゲ面が。初デートでおしゃれなレストランに行きたいのでサイゼリアに行ってもいいですか。いやあそこはいいですよね。絵画なども壁に飾ってありますし、明るいシャンデリアもあります。初デートよりはプロポーズに持ってこいですね。なるほど、初デートとプロポーズの時に利用します。うんこって栄養あるんですか。うんこに栄養があるなら人間はうんこだけを食べていれば自給自足できるし、これ以上環境を破壊しなくて済む。あるわけねえだろ。なんだったらお前いっぺん食ってみろ、すんげえことなるぞ。食べてみました、苦かったです。あまりにお腹が減ったので近くにいたアンパンマンの顔を半分以上も食べたら犯罪になりますか。アンパンマンは人間ではありませんので、おそらくペットなどのような、もしくは食料という解釈になるかと思います。その場合所有者の許可なく勝手に一部なり全部を食したりすると器物破損や窃盗などの容疑がかかると思われます。ジャムおじさんとアンパンマン本人に許可を取りましょう。ざまあ見ろを丁寧に言い換えると何ですか。そうですね、ざまあご覧いただけましたでしょうか、ですかね。君で笑ったこと一回もないよって言われたことある人いますか。それはないですが、頼むから君死んでくれへんかなって言われたことならありますよ。相当邪魔なやつなんですね。魚くんに寄生されている下の人ってもう助からないのでしょうか。彼も元は僕らと同じ人間だったはずなんですが、頭部が変な魚に寄生されてからおかしくなったように思えます。上の魚くんを無理に引き剥がしたりすると危険ですか。どうすれば下の人を助けれるでしょうか。残念ですがもう無理です。さかなクンの登場した頃を覚えているでしょうか。あの頃の彼の口癖はやや!でした。しかし今の彼を見てください、口癖は完全にギョギョーです。ギョギョーです。規制が完全に完了した結果の出来事です。もう諦めるしかありません。よく何見てんだよ。あ?って威嚇してくる人がいますが、なぜそんなに見られるのが嫌なんですか。そんなに嫌なら家にこもってればいいんじゃないかなって思うんですけど。弱い犬ほどよく吠えるって言うじゃないですか。自分の弱さを隠すために威嚇行動をしてるにすぎません。私なんか嫁が出産検診の時に生きた化石に絡まれたので、私がここじゃなんだから人気のないところに行こうかと言ったらズコズコとどっか行きましたけどね。タミヤエアブラシシリーズナンバー31スプレーワークベーシックエアブラシ74531はタミヤエアブラシシリーズナンバー31スプレーワークベーシックエアブラシ74531に使用できますか。意味不明、小学校から国語やり直せ。江戸時代に帰りたいんですけどどうすればいいですか。いや帰れますかね。現代語を習得するのは困難でしたよ。うわー、さっき今年最後の江戸時代駅タイムマシン出ていきましたよ。残念ですが来年まで待ちましょう。にらめっこしてたら顎の骨が折れちゃいました。こういう場合はどこで見てもらえばいいのでしょうか。まあ唾とかつけておけば30秒で治
治りますよ。ありがとうございます、無事治りました。この商品はバカ売れしますかね。まあそうですね、バカには売れるでしょう。もし俺が野犬の群れに襲われていたらどうしますか。今日の夕ご飯をハンバーグにしようかなと考えると思います。叫んな、オムライスにしろ。彼氏ができません。何がいけないのでしょうか。女です、高校3年生です。告白はされるのですが、全て嫌いな人からなんです。なぜでしょう。告白する側になればできるんじゃないでしょうか。告白をされるということは相応の魅力があるはずなので、自分から行けば簡単に彼氏ぐらいできそうですけどね。そう言ってくれて嬉しいです。付き合ってください。いいですよ。お、解決しましたね。